皆さんごきげんよう、小島です。今日はインビゼラインあるあるの患者様編ですけども、正中のズレはマウスピースのみで治療できますかというご質問に対してお答えさせていただきます。結論、大丈夫ということなんですね。まずね、正中って何ですかっていうと、お顔の真ん中、ね、正中線と上顎の前歯の正中線が一致してるかってことなんですけど、そこがね、論文的にはヴィンセント・コキッチ先生の論文によると、4ミリ以上ずれてるとちょっとこう違和感がある。なので、お顔の正中と歯の正中が4ミリ以内のずれだと非常に美しく仕上がってくるという論文があるんですけども、まずね、このなんでずれちゃうのってことなんですけど、いろんな理由があります。例えば2番目の歯が内側に入っちゃってて、そちら側に正中がずれちゃうとかね。あと、左右の本数がちょっと違っちゃったりとかして、もともとちょっとこう歯がないとか、もしくは途中で抜いちゃったとかね、それによって真ん中の位置がどんどんずれてきちゃったりする場合があります。そうすると、ずれてきちゃってる方の反対側の歯を1本抜歯して、そちら側に正中を合わせていくっていう方法か、もしくはこうずれちゃってるこちらの歯が本数ない方をスペースを作って正中を合わせて1本歯を足す、つまり補鉄物、ブリッジ、もしくはインプラントで歯を作ると。それで左右の本数をバチッと合わせるっていうのが一つの方法と。あと、今我々がしてるのは、毎回患者様のお顔の写真を正面からバチッと撮って、お顔の写真と歯の正中を合わせてます。それによってね、インハウスのアライナーで細かくその都度その都度正中を合わせながら配列することができるようになりました。インビゼ大の時には歯型を先に取って2年間歯の移動をね、こうオーダーするプランニングを作ってたんですけども、最近は2ヶ月に1回ね、正中はどこなのっていうのを合わせながら進めるようになったんで、より正中のズレ、もしくはお顔の正中を合わせながらマウスピースの矯正で治療ができるようになったんで、今の方がアプローチが早くなったし、正中のズレの修正がすごく早くなったのを感じています。大きなズレの場合、さっきお話したね、正中がこの3ミリから4ミリずれてる場合は、ミニスクリュー、これはね、テンポラリーアンカレッジデバイスの略なんですけども、ミニスクリューっていうネジみたいなのを入れて、そこを固定弦にグッゴムで牽引して正中をこうやって合わせていくこともあります。それは移動量に応じてね、その使い分けが出てくるんですけども、場合によってはこちらとマウスピースを併用するような感じで正中のズレを合わせていくと。で、今日のまとめはね、場合によっては抜歯する場合もあるし、場合によってはスペースを作って歯を足す場合もありますね。あと、正中のズレの修正をいつもチェックするために、お顔の写真を毎回細かく撮りながら、撮らさせていただきながら歯の位置を決めて、お顔の正中と歯の正中を合わせていくと。で、目標はお顔の正中との上顎の前歯の正中が4ミリ以内のズレのところに持っていくようにして、場合によってはミニスクリューを使って併用するというものがあります。治療の途中は多いですね。なんでかっていうと、歯を配列するためだったりとか、あとはスペースを作るときにね、一回こうずらしたりするのもあるんで、治療中ちょっとずれたりするのはね、心配しなくて全然大丈夫です。で、なんでかっていうと、一度並べて、それから正しい位置に持ってくるっていうふうにするんで、治療中はね、心配なさらなくて全然大丈夫です。上の歯と下の歯のずれはね、シュープ先生の考え方によると、この顎の関節機能がね、正しければ、上顎の正中を上顎の正中にピタッと合わせることで顎の位置がずれる方が良くない。なので、心理的な問題がね、機能的な問題を上回ることはしちゃいけないよと。つまり、機能の問題を優先してあげないといけないので、上顎の正中はやっぱりお顔の正中に合わせるようにしてあげた方がいいんですけど、下顎の正中は少しこのフレキシブルでもいいんじゃないのっていうふうにお考えされてます。で、僕はね、でもできれば合わせてあげたいなっていうのがあるんで、例えばその時は歯を少しだけ隙間を作ってあげたりとかしながら寄せていくということをして、だいぶこうね、ぴったりと合わせてあげるようにしてあげたいんですけども、歯の大きさがもともと違う場合もある。そういう時はちょっとどっかの一番いいところでこの並べてあげるように計画を立ててます。なので、上顎の正中と下顎の正中を必ずしもバチッと合わせるってことはね、そこまでこだわる必要はないんじゃないかなと。多少のズレもあるし、歯の左右差もあるしね、あと骨の幅も違うんで、絶対にパチパチパチッと合わせるっていうところがそのゴールではないんじゃないかなというふうに思います。アライナー矯正治療と、場合によってはミニスクリューを併用する正中の合わせるやり方のアプローチについてお話しさせていただきました。今日の内容がね、面白いと思った方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、アライナー矯正治療、インハウスアライナー、もしくは最新の形状記憶のアライナー勉強したい方は、こちらの概要欄の方にオンラインサロンのリンクが貼ってあります。実際、このね、正中のズレをこんな風に直しましたよっていう症例もありますので、アライナー矯正、インハウスアライナー、インビジネライン学びたい先生は、ぜひこちらの概要欄の方からオンラインサロンのリンクチェックして覗いてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。またねー。